カープアカデミーとの契約が解除のジェリンソン・バスケス、日本の球団との契約が決まることの経緯自体は、球団とバスケスの間で円満に契約解除が行われた、友人を介してエージェント契約を結んだ、かねてからやり取りしていた球団に新たなエージェント契約選手として紹介、バスケスと契約したいとの申しであり、現在に至る、契約違反でもなくた球団からの引き抜きでもないとのこと。そんなのありかよ、マジでがっかりやわ。やらかしたなカープ、絶対活躍する。取られたら全く意味ないやん笑い。気にしろよ広島、独立リーグだろうな。いや何をしてんの広島は。早く育成契約しないからやろ。もう少しなんとかならんのか。何してんのマジで。おいマジか。メルセデス案件か。メルセデスみたいになったら嬉しいような悲しいような。できればパリーグで、セリーグで確定したらもったいなすぎる。いいところにバレてしまったことを願う。あれだけアカデミーに良い選手がいるって騒ぎ立てておいてこの顛末。ちょっと待って、練習生やアカデミーの契約どうなってんねん。こんな横取りができる契約結んだらあかんやろ。前例できた以上続く選手は出てきそう。球団も対策すべき。せっかく育成しても金満球団に持ってかれたら意味がない。マイナーすら追われた選手を育てて取られ放題ならアカデミーはいらんやろ。アカデミーの選手が日本に限らず他球団と契約する場合は違約金を設定するか譲渡金を設定しておけよ。どっちにしても日本でやるなら人技を欠く行動をとって活躍するとは思えない。他球団に行った本当の理由がわからないから何とも言えない。カープに育成契約するつもりはないって言われたから他球団と交渉したのかな。育成選手なりで契約していない以上は持っていかれても仕方ない。これは球団の手落ちかもしれない。練習生として様子見したい球団と即契約が欲しい選手とで揉めたってことなのかな。育成契約だと思うからカープも契約できたと思うけど、選手が代理人つけて条件交渉されるのを嫌ったんだろうな。